こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタの調子を崩されて市ヶ谷、あけぼの橋あたりで精神科クリニックを探しておられる方いらっしゃるかと思います。辛い症状をまずは落ち着かせていく、大切なことですよね。ただ薬だけで治療することで副作用や再発が心配な方もおられるかと思います。そういった場合はカウンセリングの併用が安心です。カウンセリングは対話を通じて心の体質改善を図っていきますので、相乗効果で結果的に薬を減らしたり、やめるまでの期間が短くなったり、再発のリスクをぐんと下げることができます。進め方としては3通りあります。まずは薬の治療に専念する、あるいは薬とカウンセリング併用の形でスタートする、あるいはカウンセリングだけでやってみて様子を見ながら薬も使っていく、こういった進め方がありますので、ご自身にとってぴったりくるやり方で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。